に出ましたね反日主足主義というそうですねここれれイ・ヨンフンさんでしたっけでイ・ヨンフンさん返答、ついにやったなと、要はこれ韓国が歴史問題で語ってきたことはほとんど嘘だということを述べていてですねもうプロローグからこれ翻訳合ってんるのかなと思いますけどこれプロローグ、うの国ですからねそして嘘をつく国民嘘をつく政治。 嘘つきの学問、嘘の裁判っていうこう、めちゃくちゃこれ日本人が書いたんじゃないのこれあんまり説明すると、YouTube 広告落ちますからねいや、これは韓国の方が書いた歴史の本ですからっていうふうに言っても、広告落ちますからねそうですね、いや実際ですね、僕あのこれアメリカでもジザボゲのせいで、もう夜中起きちゃったから動画作ろうと思って、作ったんですよめっちゃ苦労して作ったら、広告落ちましたからねなんか。 めちゃくちゃ回ってんのに広告落ちてんですよって言ってめちゃめちゃ元気なかったよねせっかく作ったのに <laughs> そうそうそう夜中起きて作ってそれでめちゃくちゃ回ってんのに広告落ちてんですよってって <laughs> まあしょうがない韓国だからやっぱ相当な攻撃が来るんでしょうね、うん、そうそうそう。だからこれを広められると困るということで、うん、やる気なくさせるために広告を落ちされてるんだと思うんだけども、はい、やっぱ本当あのー、日本の 保守系の人が今まで言ってきたことを書いてあるっうう内容でですすよねそうですねそただやっぱあまりあれじゃないですか<ん>本読まないっていうパターンもあるじゃないですか、うん、だからこれを機にちょっとこれ一冊読むとだいぶ変わってくるんじゃないかなと、はいですね、しかも韓国側の目線でそうれてる国側ですいか韓国が言ってるっていうね、うん、でも元のもの種本は日本の保守の人の本じゃないかっていう気もせんでもないという感じしますねただもううあまりにずさんというか、うん そういうものがもう、例えばまあ徴用工の件だったりとか、うんはい、慰安婦の件だったりとか。うんはい、まあ土地を収奪したとか、さまざま出てくる中で、はいはい、まあこれ要点を最初にこれ上げてるんですよ。うんはい、え朝鮮総督府が土地調査事業を通し。 全国のの土地の40%を国有地として奪ったという教科書の記述はでたらめな作り話でした、はい、植民地朝鮮の米を日本が集奪したという教科書の主張は無知の所産でした、うん、日程が戦時期に朝鮮人を労務者として動員し奴隷にしたという主張は悪意の捏造でしたえ嘘の行進は日本軍慰安婦問題に至り絶頂に達しました 憲兵と警察が道行く少女を拉致したり洗濯場の女たちを連行し慰安所に引っ張っていったという韓国人一般が持っている通念はただの一件もその事例が確認されていない真っ赤な嘘を土台としたものでしたと、全否定ですよねただ気になるのは、うん、日本人として気になるのは、うん、そんなこと教科書に書いてるのっていう話なんですよ。そう,そ,うそうなんですよであの韓国の教科書を 検証するの武田先生が韓国の教科書裁判ってやってるんだけど、はい、あの翻訳本自体が四五年前のやつかな、はい、よりもうちょっと前のやつを元に教科書を元に作ったやつを出して出てるのは四五年前のやつかな、うん、だからあの文在寅政権になって、うん、さらに進んでるっぽいんだよねあ<ー>今の教科書で本当はやりたいよねいだらそれが多分ここに書いてある、うん あの作り話がさらに多い教科書なんだと <laughs> 今、韓国人が教えられて日本人と仲良くしようとさせないための教科書で勉強してるわけですねそう、はいまあ、慰安婦問題なんていうのは特にページを押さいて書かれてますけど、はい、慰安婦問題っていうのはそもそもここ20年30年ぐらいで出てきた話だと当時はだから戦時中に生きていた世代は、はい、状況分かっていたから誰も文句言ってない。うん、だって 強制連行にななっていわけだからそれなのに90年代になってそういうのが出てきたと。で一気に国民感情に火がついてもう根本はやっぱ吉田誠治の捏造の話とか朝日新聞が煽ったというのもあってで日本側も安易に謝ったんですよね河野太郎のお父さんがね河野洋平がやっぱり向こうの立場を重んじてっていうふうに。 最終的な結論はあれなのね、韓国の女の人がかわいそうじゃないかっていう、うん、その、え日本の兵隊さんの方がかわいそうでしょ、そんな嘘つかれたらって、うん、韓国の嘘つき、っていうかね、そう、<嘘> <laughs> そっちだって、ね、ジープで運ばれたとか言ってるわけだから、はい、ジープなんて日本持ってねえしっていう、<laughs> <laughs> そうそう、それ米軍じゃねえかっていうね。 ジープなんて日本持ってないし当時日本なんて車とか持ってなかったわけでね、うん、軍,軍がねそんなちゃんとしたの持ってなかったわけで、うん、そういうレベルの嘘をついてる方をあのせリフを言ったおばあさんたちがかわいそうだからっていうことで河野洋平は謝ったんですよ。うん、いや日本本のの兵隊さんの方がよよっぽどかわいいででした当す でももう全部創作なわけじゃないですかジープにしてもこれがどんどん時代が進んでいくと、うん、より変な話が出てくるんじゃないかなっていう気がしますよね、はい、F15 で連れて行かれたとか理論上ありえないようなゼロ線で連れてれたっってれて行かれたっ <laughs> 赤木<霧>に <laughs> まで乗せられたっていうかもしれないあの空母に乗せられたっていうかもしれない。 でもそれぐらいのめちゃくちゃな話が韓国では通年としてこう成立しちゃってるわけですからこれはもう日本人としては警戒しなきゃいけないんですけどね。はい、でこの反日種族主義っていうのは何なのかっていうと韓国の民族主義は西洋で勃興した民族主義とは別のものです。韓国の民族主義には自由で独立的な個人という概念がありません。 韓国の民族はそれ自体で一つの集団であり一つの権威であり一つの身分ですそのため種族といった方が適切です、うん、隣の日本を永遠の敵と捉えるえ敵対感情ですありとあらゆる嘘が作られ広がるのはこのような集団心象によるものですすなわち反日種族主義ですでこのままだと、うん、もう韓国の先進化というのはもう無理ですねと、はい、すねこれを克服しないと我々ダメなんですよ<う> っていうのをこの著者たちは訴えていると愛国心のある本なんだね。めちゃくちゃ愛国者ですよ。愛国者なんだよねこん。こんなこと言ってたら、うん、まあ日本とも仲良くならないから、うん、それは国益にもダメだし、うん、韓国人自体が進化しないよと。うん、あのそろそろもう昔のね、このちょっとまあ言葉的にはあれだけど部族主義みたいな感じを捨てて、うん、学問的なね真実の学問的な積み重ねで、うん、あのー、科学的なね検証 から進むあの話し,しないとやっぱりあの民族としては無限ループするもんね。そうですね。無限ループなんだよね本当に。まあ実際その繰り返しですからね。そう繰り返しなんだよね <laughs> 無限ループしちゃってるから。から日本だけが永遠の敵であって。うんはい だだかからその日本だけにしか言わないんですよね慰安婦問題っていうのは、はい、その戦後も朝鮮軍の慰安婦、はい、であと米国、まあ、アメリカの軍の慰安婦とかもいたんですけどそっちには全然何も言わずに。米軍に対しての方が実際やってて、うん、で米軍があの本当に連れてったりとか強姦してるんだよね、うん、あの占領した時に。で笑うのはその時に村を挙げてみんな あの斧とか桑とか、うん、鎌持って米軍基地にあの娘をて犯したとか返せっつ、はい、って反撃に行ってんのね。おいおいい 20万人日本が連行した時は何の反撃もしてないのに数人わずか娘がやられた時にはくわもって言っとるやんけとそ,うですねそっちが本当であってでこれなんかあの現代の安倍万能説に通じるところがありますから安倍は万能だから全部それに操られてるみたいな当時の朝鮮人っていうのは、うんうん、もう日本の,その軍部に操られて抵抗すらしなかったみたいな陰謀論の類ですよね。今コメントに書かれてますけど戦後のそのそ そのまあ要はその女性を、うん、第五種補給品として物の扱いしさっていうのも <laughs> おかしいよねやばいですよね <laughs> 作りすぎだよね、うん、本当にだからうんあの日本軍が拉致してた時には指くわえて見てたのかって話だよねそうですね、うん、それはもう本当にお金払って、うん、お金もらってね娘を売ったっていう事実もあっただろうし、うん、あのもしその あの売春っていうね、うん、のがあって、まあ、慰安婦として行くっていう形になってたとしたら、まあ、そういうのはあったかもしれないけども、あのー、強制連行したらそれはみんなかかうよよねい,や歯向かいます自分の娘がとか自分の女の兄弟がね連れてかれるって言ったら、うん、それはやっぱ殺人事件雑談になるぐらいの、うん、大騒ぎ村を挙げての一揆を実際アメリカとはやってるわけだから、うん、いやそれ,それ一つとっても。うん あの辻褄合わないだろうとう、ね、日本軍が20万人連行したっていうのは、ね、だから全部でたらめなんですよね本当にでたらめなんで<国>いやもうだから分かってくれよと言いたいけど <laughs> やっぱそれが韓国側から出たっていうのがまたこのすごい画期的な。い しかも、まあ、これも以前から話題になってましたけど、あの韓国が、あの。これがもう痩せ細った徴用工の写真だった。そ出してきたのか、実は日本人だ。そうそうそう。全然関係ないような写真をよく。恥ずかしがもなく、出してくるなと。い。う話ですよね。いや、これ、あの、結構分厚い本で、もう0百ページぐらいあるのかな。はい。そう。なんですけども。これ読むと、だいぶ韓国との問題に。あの。 こういうことだったのかというのが分かると思いますのでぜひ買って読んでいただくとちょっと微妙に高いんですよね1600円プラス税ですからでも Kindle も出てるでしょだから n d l e だったらまあねの厚さ関係なしにそうですね僕もこれ予約注文してたんですよ予約注文しててちょうど発売日がニューヨークに行く日だったんですよねこれ来るかなと思ったら来なかったので Kindle 版でも買ったんですよね2冊買っちゃったっていう。 この本読んでないんですよ。結局あの電子書籍で読みましたけど。かといって一冊プレゼントするのもどうかなと思って。しますか。いやいや家の家の資料として。わかりました。眠らしておこうかなと。わかりました。プレゼントってプレゼント。島谷さん、え先生の放送で当選した日韓平和のシーンに続きました。ありがとうございますと。え仕事が年末繁忙期に差冊数が重なっている読む時間がありますが、良い勉強になります。やる内緒ですということですね。 ございますあれ結構、はい、あのスラスラ読めると思いますよ書き方が本当に、はい、あに分かりやすいというかはい、はい、そうですね是非、あのー、時々ね、あのー、本もプレゼントしていきたいなと思います、はい